まくいきましたか。悲しい号などうまくいきましたね。失敗は記憶に刻まれる。成功してよかったわ。反乱軍は織田軍との戦いというわけで、どう？腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をそっち見りゃいいんすね。やってんでい。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。好きにはさせん。どうしよう、炎章殿が動いてくれません。名族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。風魔さんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。得意の関係で血を割らせてみよう。あー、うるさいうるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようじゃ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。撃ち取ったり。じゃああいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手は任せあれ。拙者の部で撃退せん。信長さんに従ってて大丈夫？あの腕は使うととんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、はい、今はお父様を信じて進まなきゃ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。腕輪を狙う勢力が二つ。ここに示そう。信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。飛び抜き見事、真の強いモノノフじゃねえ。まがまがしい連中は片付いたようじゃねえ。じゃあ当初の目的を達成しよう。へい、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。何なの
よ、あの怪しい女。いきなり襲ってきて。ケイたちが傷ついてしまったカイン、一度体勢を立て直しましょう。あの荒手、マガマガしい兵を連れておるな。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、フーマの旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだね。まさに武の道を行く者と言うべきか。見事な戦ぶりを。あの人たちすごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。異形の部隊が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンするが、果たして。あ、敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が武にて柵ごと打ち破ってみせよう。藤安もじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。私が負けただと。本陣に氏康の忍びはいないようじゃね。ってことは、やはり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは加藤忠犬が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。頼りにしている。はい、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に。俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。まあその恩ぐらいは返さないとな。お見せしよう。こそ天下無双じゃねえ。寝てていいくらいの信頼感があるよ。十分に返せたよな。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派敵ながら見事武をもって恩義に報い申したな。我に用があるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。それは一人一人倒すしかないかね。フーマの旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。サラダの戦。秀和とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは生かせない。私が相手を務めます。獅子奮陣の働き見事。それでこそこの炎本諸葛軍の将である。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。私が相手だ。頼りにして。よし。はあ。敵将、討ち取ったり。
残念。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。偽物だったとは。ちょっとずるいの。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。さあ、風と戯れる。すっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、冥族エウン本社がいる限りここは誰も通さんぞ。まさか、これは助かっちゃったね。アリモ、冥族は伊達じゃないってことかにゃ。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎翔殿の武略、実にお見事。獅子奮陣の働き見事。それでかさこの炎本書画軍の勝である。さあ、かかってこい。今こそ射抜く。敵将が討ち取った。決まられるなんて。信之様、一段と真面目だにゃ。そんな活躍じゃったね、炎翔殿。忍びの退路を塞いだのは自作のうちか。大変でございました。炎翔、討ち取った。当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではない。さて、観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられる。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて、おことだ。成功したか。うまくいったか。Thank you.